最近さ、なんか俺を通じて就職をするやつがすげえ増えてきて、俺が出てるさ、AV の番組見て、その会社で働きたいっつって働いてるやつもいて、なんかとんでもねえところから、就職を決めたやつがいて、なんかテレビ関連の仕事に就きたいとか言ってて、で、俺別にさ、何もコネクションも何もないじゃん。で、俺のマネージャーと仲良くなって、そこに制作会社の社長を紹介してもらって、就職決めたやつがいたわ。とんでもねえところのコネ使ってくんなと思った。リクルート11で今お届けしております。よく知ってるの報告受けたら、なんか、純ちゃんの視聴者が、なんか、俺が知らないとこでなんか連絡取って、何してたんですかって聞いたら、いや、純ちゃんの視聴者の面接行ってきたよって。え、何の面接ですかって。なんかそういうところで働きたいからって。最近なんか、いい感じにみんなを世に出してます。採用する方も大丈夫ですよ。好きなタレントとかいるのって聞かれた時に、加藤純一ですって言ったらしくて。俺は応援していこうと思う、そいつを。好きな、その社長さんが、君、なんか、こういう業界で働きたいってことは好きな芸能人とかいるのって言われて、はい、加藤純一ですって。今、すげえさ、俺もその子知ってんだけど、口ごもっててなんか、なよなよしてるのに、そこだけはなんか、ものすごいハキハキ答えた話。加藤純一です。でっかくなってほしいわ。でっかくなってほしい。俺は。それで出世したらお前もテレビ出るな 期待しとくわ。多分20年かかるから俺じゃあ50ぐらいまでになんとか仕上げとくわ、体を。仕上げときます。新社会人にアドバイスくれ。あ、もうそういう時期なんだ。すげえ、憂鬱でしょ。今一番憂鬱な時期だったでしょ。全然俺の知り合いじゃないよ。全く知り合いじゃないけど、なんかニコラジとか見に来てくれて、毎回見に来てくれるなと思ってたんだよ。好青年がいるなと思って。なぜか俺に、なんで俺に話しかけてこないんだろうと思ったら、そういうことだったんだなって。で、最近の近況といえば、これ俺放送でもよく話してるんだけど、俺をさ、通じてさ、働き始めてるやつがいるってよく言ってんじゃん。うちのマネージャーのみんなが大好き JAL さんっていう人がいるんだけど、その人になんか仕事紹介してください。加藤さんの生き様を見て、お仕事始めたくなりましたっつって。で、そいつは2日で飛んだのね。で、ドグマに入ったやつも5日で飛んだの。で、今度はね、一昨日だよ。一昨日、加藤純一さんの普段の放送を見てたら、本当にやる気になって、僕役者目指したいんで、ムラッシュ入れてくださいってやつがいて。やばくない？うち、CD デビューが決まった瞬間に妊娠したバカな女と中国人しか所属してないのね。あと俺、ニコ生の、自称ニコ生チャンピオンの俺と、そいつらしか所属してないのに、役者を志してる、なんか、イケメンの若者がムラッシュ所属させてくださいっていうふうに来て、ちょっとみんな、将来ちゃんと考えてんのかなと思って、この場を借りてちゃんと正式にお断りを、させていただきます。残念ながら、うちの事務所は所属できないんで、気をつけてください。あんまり簡単に言うと、本当にね、所属しちゃったら大変なことになるんで、俺の放送一緒に出ることになっちゃうと思うんで。ありがとうございます。